こんにちは、ゆっくりシャーロック・ホームズです。今回、橋に欄干をつけるため、初めて丸石の壁を作ります。今回の橋は、距離があるので、途中で馬が落ちた場合、救出するのが大変です。使ったことがないので、とりあえず、適当に設置してみます。この高さだと、馬は簡単に越えるね。これくらいでいいか？丸石の壁って、見栄えが良くないですね。まあ、とりあえず、馬のことを考えて、両脇にこれを設置します。欄干には、丸石が大量に必要なことがわかりました。丸石の在庫が心もとないので、ブランチマイニングをします。いてて。いやいや、洞窟探索は後にしましょう。とにかく、ガーネットでも、黒真珠でもなく、丸石が欲しいのです。ちょっと、キャプチャーしたビデオの訪れが激しくて、編集がしんどくなっています。あ、廃校だ。だから、今はただ、丸石が欲しいのです。暑そうだな。よし、深入りするのは、やめましょう。むむ、マグマの音がするな。丸石を焼く、燃料も確保したいところ。水だ。燃料発見。お、ちょっと待てよ。水流に巻き込まれて、マグマダイブ？ここは、慎重にことを進めます。もう大丈夫だろう。そい。あ、い、う、え。お。死ぬかと思ったよー。ねえねえ、時々。水流に逆らえない場合があるよね。あれ、やめてほしい。走馬灯のように、アイリーンとのあんなことや、こんなことを思い出しちゃったよ。お、最後のツルハシが壊れました。橋の欄干作りに戻ります。結構、掘ったでしょ？お、いい天気だね。地上に出てきたとき、夜より朝がいいよね。いや、もう昼過ぎか。へへー、マグマを取ってきたので、燃料がタダになります。まあ、木材も石炭も、タダだけどね。やっぱり、石の壁は、見た目が悪いよね。でもって、また丸石がなくなって、ブランチマイニングします。1年ほどブランクがあるので、この単調な作業も心地よいです。でも、やることはたくさんあります。バージョン 1.7.2 から追加された、サバンナやメサバイオームに行ってみたいです。以前、コメントにあった、落下式モンスタートラップの改良もしたいです。そして、グラナダテレビのセットを再現した、ベイカーストリートの素材を変更する予定です。よし、燃料を頂戴しました。221B では、
ハドスン夫人が暖炉に火をつけてくれますが、ここでは自分でかまどに火をつけます。そうだ、私はまだ、安山岩、戦力岩、花崗岩を見たことがありません。ブランチマイニングで、これらのブロックを発見できないということは、まだ新規領域にいないことがわかります。砂利は、面倒だな。また砂利か。ゾンビの声がするな。お、空洞？また、廃坑にぶつかったのか。何度来ても、廃坑は怖いんだよな。特に私が怖いのは、ここ。前、左右、上から、モンスターが来る可能性があります。ゾンビのうめき声だね。お、ここか？怖えよー。よく見えないな。降りるか？よいしょ。とりあえず塞ごう。で、こっちを制圧します。はい、完了。あそこに、スポーンブロックがあるね。上から攻略するか。ここか？暗くて見えない。これ、近づくと、攻撃食らうね。後ろは塞いだから、大丈夫。え？まずい、後ろから攻撃されて落ちた。松明、はよ、松明、のー。間違って、ダイヤの剣を投げた。やめろ、そこ触るな。全く見えない。よし。行くぜ。一年ぶりに、怒ったから。激おこぷんぷん丸だから。到着。
ダイヤの剣がないね。マグマダイブでも、クリーパーの爆発でもない。つまり、誰かが持っていったな。エレメンタリー、マイデアワトスン。犯人を見つけた。ダイヤの剣にエンチャントされたフレイムが痛い。奪還成功。最後まで見てくれてありがとうございます。次回はモンスターハウスを制圧します。ケース149でお会いしましょう。